はい、やっていきましょう、いきますよ。はい、ルミナスティのルミナーチューズデイ。やばいでしょ。やばいですね。え、これ見たらわかるけど、え、このね、どっち、こっち名前見たらわかるけど、はい、もうね、もう2人いないっていう、ね、あの、遅刻、何してんすかね、ほんとに。だから業界用語で言うなら凍結か遅刻かわかんないけども、うん、もう遅刻罰金5万ぐらいもらえてるんですね、ほんとに。はい、あのね、うん、やばい。え、信用してください。え、怖いじゃん。ゴーと喋るの。俺だって時計がすごいですよ。時計が見るでしょ。お前今日だってヘルプで滑りすぎてメンタルやられてる。それは死です。はい。で、遅刻してるのが、はい、あの三崎主任と主任ね、一応うちの幹部と、あとシムケン。え、シムケン元レギュラーですよ。あ、ケンさんもいるんですね。そうそう。だからね、やばいでしょ。これしか言えない。やばいやばいやばい。え、遅刻はまずい。この二人が。どうします？え、だから、4人で出るって言って。はいはい、あ、一緒に出ようってなってて、みたいな。二人しかいない。で、コメント見てみ。忘れてんじゃないの？いや、もし忘れてたら問題だよ、これ。いや、ぶっ殺すっすよ。ほんとに。主任に言われちゃって。お前、しかも待って。引っ叩きますね、それはね、ほんとにね。いや、これ来てくんなかったら、俺やばいよ、これ。いや、俺も次からもう。あのね、はい、明日マジでジャッキーさんに怒られるよ、俺。これ。絶対、やばい放送になるもん。渚レイリーダーが怒られるんですか？え、多分、多分、多分。三崎主任が怒られるんじゃなくて。だって、一応、放送は放送やん。いや、でもね。だから、これ、はい、まあ、そうです。これ、なんとかしなかったら、いや、いけますよ。マジでやばいから。いけますよ。いける自信しかないです、ほんとに。ほんとに。はい、え、嘘でしょ。いや、いけますって。え、久々にテンパってるよ。はい、初見です。ありがとうございます。あ、初見さんいる。嬉しい。ありがとうございます。うん、初見、初見って僕読んでたんでね。はい、どうでもいいです。はい、え、はい、ごめん、やばい。で、今日めっちゃ言うよ。やばいって思うからやばいんですよ。すごいって思えばすごい。顔でかいね、うん。はい、でかいって思えばでかい。そう、ちっちゃいって思えばちっちゃいの。オッケー。なんなん今日。いけるよ。本当に。乾杯しましたっけ？治安悪いよ。はい、とりあえず乾杯しましょう。乾杯！二人しかいないでーす。はい。ちょ、待って。え、これはやばい。本当に。いけるいける。だって、いけるいける。今日ね。はいはい。企画、普通さ、企画考えるじゃんか。考えますね、いろいろと。ね。ロシアン、マグロ寿司とか。なんか、ルミナスティのお試し家の時代とか、はいはいはい、なんだっけ、あと、ルミナスティの、おっぱじめようか、おっぱじめようか。とか、そこら辺は、企画を考えて。考えました。噂の真相の真相。なんか、いろいろね、鉄板企画とかも生まれてやってたのに、はいはい、このタイトルコール、タイトル、ルミナチューズデーになってからは、はい、一切企画考えてない。もう、盛りと場面そうですね。あのね、枠も30分になって、はい、あ、30分短くなりましたね。変な話、はい、こっち出る、出演するサイドからすると、はいはいはい、30分ぐらいなら持つんじゃねえかなフリートークで持つんじゃないかっていういけんじゃねえかなっていうっていう安易な考えでやってて、今までうまくいっちゃった。はいはいはい、うん、いてましたね。ね、人数もいて、幹部もいて、はい、うん、というとというとというと今え、わかるけど、うまくいってる。全然うまくいってますよ。ね、うまくいってます。今日は何も考えてない。今日は多分放送事故の回になると思う。全然事故じゃない。だって今何分経った？放送開始から。全然事故じゃない、ね。もうね、コメントしてくれる人がいるだけでありがたいですから。5分 ?4 分経ってんだよ、もう。で、ちなみに、三崎から、三崎主任から今不在弱視2件来てるけども。いやいやいや。俺はあえてスカートするからね。出てくださいよ。俺はスカートするからね、これ。いや、出ろ。早来いやん。いや、出ろや。先輩出ろや、ほんとに。早く来い。出てください、ほんとに。電話する気もあるなら、向かえ、早く来い。走れと。ごめん、遅れるわ、とか、いらんから、ほんとに。二人は舗装素に乗ってるって来てるよ。乗ってます。あ、乗ってますよ、ほんとに。最近ブログ始めたんで、はい、僕。はい、乗ってます。乗ってますよ。じゃあ、俺コメント拾うから繋げといて。ありました。ほんとにね、好きな話しようってことは。
確かに放送事故って言ってる時間が。みーくんはよ、みーくんはよ、早く主任はよ。え、みーくんの、はい、みーくんの電話しかとします。はよ来いと。みさき主任何しとんねん。まあね、ゴー、ゴーはお客さんいるのって来てる。僕ですか。言いますけどね、エースは募集中なんで。はい、正直に言う、正直に言うと、はい、3人いや、それは正直すぎるな。言いますよ、言いますよ、年齢幅広くいますからね。お前がミーくん呼ぶな。みさきさん、しかしみさき主任、お前がミーくん呼ぶなってマッチするってコメント。いやいや、知ってる知ってる、ごめんなさい。みさき主任、早くしてください。あ、手振っててきてる、やった。はい、ゴーちゃんも売りまーす。はい、手なんかおかしくないこれ。え、なんかぼやけてます。なんかぼやけてない。え、なんか、うん、どうしました、放送事故。まあね、コメント来てる限りはもう話は続けられるというか、まあありがたいのでね、こちらはこっちで繋げられるというね、ほんと面白い話。そう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 、はい、いけますからね、うんうん、もうそろ地獄の時間終わるんじゃないかなと思うんですけど。ほらもう来てますよ、コメントで。裏でニヤニヤしてます。はい、誰ですか。あの、力強い助っ人がいる。来てますね、来てます。まあ最近遅刻とかね、ま、マジズからミークが出るから見てるのにね。ミーク、美咲さんいなかったら意味ないやん。どういうことやねん、ほんとに。あ、ちなみにアベマのコメント、自己紹介のくだりやってないけども、はい、あの、俺とりあえず2人しかいないから。あ、僕名前変わったんすよ。そうですね。あ、でも、なぎさんしか映ってないですよ。渚さん、なぎさしか映ってないね、名前が。名前変わりましたもんね。レイに変わった。とりあえずじゃあ来てもらいましょう。そうですか。でも遅刻メンバーに来てもらいましょうか。本当に遅刻じゃない、助っ人メンバー、助っ人なの。 あちらは助っ人、僕たちが主役、本来出るはずの2人は来てない、はい、あ、来てない。ただ助っ人が来てくれてます。お願いします。どうぞ、よいしょ。どうもー。あっし、おーっと、そう、あれ、いや、もう1人。誰ですか。はい、誰でしょう。そう、はーい、はい、はい、はい、来てくれました。はい、よかった、もう助っ人ですね。あー、助かった、助っ人の、あー、あー、助かった。あのね、あのね、よかった、お餅検査入ってくれて、助かったよー。あー、助かった。しかも今日喋りたい内容、ゴーと二人じゃ喋れなかった、ね、喋れるから、なぎさん、いけるから、繋げられるから。俺タイムラインで宣伝したい。以上の4人でお届けします。4人で、そうですね、4人ですね。いやー、ほんとにポメちゃん耳食べたいけど。はい、どうぞー。あげます。耳食べたい。どういうこと、耳食べたいって。いやー、ちょ、待ってください。いやー、でもあれだよね、お前かよ、お餅ってきた。私だよ。あの遅刻メンバーでしょうか、うん、ということでね。いや、もう、はい、いい、どうしましょう。4人で、いい、4人で行きます。4人でやろうか。4人で行きますか。うん、もう本当にそれはもう、はい、さすがに来てないし、いいの。そうですね、あ、来てない、来てないのが一緒じゃないかと。何人か一緒じゃないけど、はい、誰人なんの。来たんかい。生きとんかい、お前。誰来たんの。遅いわー。じゃ、ほんまごめんなさい。シンプルにこ、いい、最近主任が。なんでかよ、なんでか言う。じゃ、俺じゃない、俺。なんで俺真ん中やん。いやいや、俺今日。なんで俺真ん中やん。どういうことやん。顔でかいからや。顔がでかいからや。顔が大きいです。はい、ちょっとズーハさんみたいなポジションになってますよ。もうね、いじられキャラなんでしょうがないです、僕は。どうしようもないです。ちょっとね、飲み物グラス、グラスがいい、グラス1個誰かいっか、えっかん、缶ですかね。ちょっと飲み物を、何でか言っていい、缶の時間が遅かったんだよ。なぎ、ほんまに何でか言っていい、うん、この2人のせいやからね。俺が一番悪い風に見えとるやろ。そんなわけない、俺じゃないか。俺はちゃんと、まあまあまあ、やめろよ。半分だったらそれか。30分しかないで、悪いぞ、それは。もうあと25分しかない。十分盛り上げてこ、いきます、テンション上げてこ、いきますか。テンション上げてこ、オフすか。うん、どっちですか。これのどれ。かかあ、ごめさんのこれです。てか、はい、え、カロリー飲めます。先月のメンバーと全く一緒じゃ。全く一緒。いや、俺いないっすよ。俺いないっすよ。これさ、何ホストか言おう、じゃあ、せーので。はい、せーので、ね。僕たちはね。僕たちは。え、わかんない。俺わかんない。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 真ん中のもんわかんない。じゃあ、お前は、はい、僕たちは。じゃあ、はい、は、僕たちは。僕たちはって言うね。僕たちはね。僕たちはハムクラ芸人でーす。あれちゃん、どうしよう、帰ってもらっていいですか。何台本にないことやめてよ、台本に。あの、滑るアドリブはごめんなさい。台本にないことやめて。ハムクラ大嫌いなんだけど。え、何をするこれ。え、ちゃんと言おう。寸胴屋じゃないっすよ。もう一回。寸胴屋。はい、もう一回。もう一回。違うっつって。帰れ。お前、人生だな、これ。僕たちは帰れよ、お前。なんでやねん。
帰れよ。言ってって言ったよ。もう言う。言ってって言って。もうね、中本大好きホストってことでね。ツルトンタン芸人。わーい。わーい。じゃあ今日の残りの時間全部そこで滑る。あの仲間トークってのをやろうと思って。え、ゴーもなん？ちなみに。え、ゴーは待って、仲間忘れしてるから。え、違う違う、俺はなら入りたい、入りたい。俺は違うね。あれ、先月やって、はい、俺だけめっちゃなんか仲間トーク。ただ一人誰よりも仲間トっぽい服着てたよ。そうですね。ね、カズレーザーみたいな。めっちゃ汗ぶわ。カズレーザーみたいな。カズレーザーみたいな。カズレーザーしてるよ。めっちゃ来てる。ゲイなの？また今回も仲間トークしてくれんねん。そうそうそう。やったあ、いるんすね、仲間と。好きな芸人が、多分前回のその1ヶ月前ぐらいの放送見てくれて、一番好きなメニューよ。まあ月1でね、やる、やんなきゃいけないから順番に一番好きな、わからない子もいるかもしれないです、中本のこと。いや、じゃあこれを機に知ってほしい。じゃあどうする、今日鳥貴族ホストにする？どうする？あ、鳥貴族ホスト、どうしましょう。焼き鳥芸人、まあ焼き鳥芸人でもいいけれども、芸人じゃない。まあでも俺ココイチ芸人だから、ね、焼き鳥ホスト、焼き鳥ホスト、まあ、俺もココイチ芸人、うん、あ、カレーか焼き鳥かラーメン。シムケンです、シムケンです、やってる。シムケンさん芸人。ケンさん、シムケンです、やって。いつものやって。ちょっと髪型できてます。え、ケンさんだけ自己紹介してもらいましょう。うん、ケンさんだ、もうそれ以外もう。はい、じゃあ、はい、待って、はい。乾杯しましょう。これ、俺の。ちょっとハゲてない。あ、乾杯、乾杯、乾杯、いきます。よいしょ。一回ね。はい、遅刻した皆様も含め、いきますよ。せーの、乾杯。やばいやばい。見て。ちなみに遅刻したのほんまに俺のせいちゃうから。え、ハゲてますよ。ハゲてんだけど。いや、ほんまに、なぎ。できないわ、これ。なぎ、これだけ信じて、ほんまに俺のせいちゃうから。誰なんでしょう。この二人が、なんか変な時間、あと5分、2個前まであと5分になって、ジンバックとか飲み始めた。ほんまに。酒を飲み始めたと。俺はやばいから、もう飲まんときましょうって言うたから。はい。これなぎ、ほんまに。あのね、ほんとに間に合うと思ったの、やっぱ。いや、間に合ってない。2分飲め、2分あれば。間に合ってないです。いやけど、飲み終わったんだけど、やっぱ話に花が咲いちゃって。あ、絵も竹縄じゃないですけど。いや、もういいね、あの、もういいね。ケンさん自己紹介だけど。ケンさんが、ケンさんだけ自己紹介。ケンさんのある先輩の従業員の愚痴が止まらなすぎて。なぎさん。あれ愚痴やったな。悪口や、俺やないですか。誰の、とりあえず何県さんやってって言っててるんで一発やってあげてください。県さんはレギュラーなの。そんなんやらなくていいですよ。どの角度が一番正面ですね。あ、正面、はい、イケメンだな。これかな、スラッシャーかぶってくる。痩せたい。あ、なんかこの写りいいな。いいですね。ね、あと25分これでいく。イケメン、イケメン、しんどい、しんどい。あ、やって。シムケンです。はーい。はい。あ、かっこいい今日やん。今日調子いい。今日かっこいい。今日調子いい。今日かっこいいな。髪切ったからね。そうだね、ちょっとハゲてんだけど、なんとかごまかした。整えましたもんね。整えました。調子がいい。いや、力強いってきてますね。今日めっちゃ力強いってきてる。ちょっと喉枯れてたから頑張ったわ、今。やっぱ焼き鳥窓割れたわってね。窓割れた。勢い良すぎて画面割れてます。画面割れてます。イヤホンで聞いてる人耳聞かないな。イヤホン破壊されましたもん。割れたやつね。これコメントすごい、かっこいい、超かっこいい。ああ、やっぱ角度がね。え、けどその後クソ笑ったの。うるせえ。だって、猫が起きたわ。だって、これでやると肉ハマ感出ないでしょ。そうそうそう。これがやっての。だってさ、先月は俺の回に、ケンさんね、今月も独占してるわけですよ。他のやつらのやつはニコ生でちゃいますもんね、あんなんね。そうだね、あんなもん。なんか、他の人が出てる中でいろいろ言われてますけども、ね、中本喋ってるやつらがどうのこうの言われてましたけども、某アイラさんが言ってましたけども。あ、嘘。言ってた？言ってました、言ってました。が出なかったらそれは、ニコ生じゃないかもしれない、それは。何手出す？すいません、右から2番に2人目の人の名前何言ってきてます？右から2番目？右から、いや、この画面越しに多分右からね、こっちからです。ポメさん、ポメさん、あ、自己紹介、自己紹介。ない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 、ポメさんです。誰だ、ポメさんです。帰ります。ポメさんです。はい、ちょうだいちょうだい。あ、誰、ちょうだい、ちょうだい。いらん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 。行きましょう。あ、いらんいらんいらん。行きましょう。じゃあ、じゃあ、じゃあ俺、じゃあやる、じゃあ俺やります。よしよし。あ、やるって、誰誰誰やるって。ポメさん、ポメさん、ポメさん。誰だろ、顔って言ってこいで。あ、シムケン。でも角度ね、誰紹介せんだ、やっぱりね。ブルルル、誰か分からんから、みんな後ろにドゥルルルっつって。ブルル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 、ポメさんです。ポメさん、戻してありがとうございます。3、そのまんまやね。ポメさんです。ちなみに店で一番長い人が
長いよ。誰よりも長いですから。髪の毛が物語ってます、ね。誰も歯向かえないからね、ポメさんにね。いいよ、自分でさん付けわろうですね。タイミング。あ、じゃあメイポビッチ大佐。CM 早い。タイミングで CM。タイミング。これ言ってちょっとその間に作戦会議しよう。そうですね、行きますか。作戦会議。CM。最近食べた中本のお店は入りが早い。いきなり今の作戦会議いきなり来るから。早い、はい、いきなり来るから。じゃあしっかり言おう。うん、あのお願いします。今日のお題ね。はい、はい、今日のお題、味噌ラーメン。じゃあ、あの最近食べた中本のあのメニュー、中本知らない人いるから説明して、しっかり説明しろよ。あの、ま、説明しよう。あのなんと説明しよう。中本とは説明しよう。なんとか誠さんが手作る辛いラーメンで。あれ誠やろ。あの蒙古タンメン、辛いラーメン。蒙古タンメン誠さんね。あのセブンイレブンで売ってる蒙古タンメン、カップラーメンあるじゃないですか。あれのお店なんですよ、蒙古タンメン。知ってるよ、先週や前やったから。辛いラーメン。いや、あの初見さんのためにも説明だけで、その中で僕たちみんな中本がすごい大好きなんですよ。僕たち見てる辛い芸人です。見てます。辛いもの大好き。一応どれぐらい好きなのかっていうのね、あの一番最近食べたメニューで表現していこうと。そうです。なるほど。どういうこと。一番最近食べてない場合どうすればいいの。食べた。辛さレベル食べてない人はこの画面から消えるべきだよ。そう、消える。確かに。今日も中本大好きを集めてる。あ、台湾まぜそば美味しいよね。9辛こころね。マックスいくらでしたっけ。え、マックス辛さいくつでしたこころこころ。じゃあこころ。じゃあケンさんからいきましょう。あ、味噌ラーメン、辛さ8です。何これ、お遊戯会の発表。はい、待って、辛さ8? 辛さレベル8です。辛さ8なんですか。辛さレベル8です。マックス10じゃない。ほんと一番最近食べたやつですよね。一番最近食べたのは味噌ラーメン。で、その前に食べたのは誠スペシャルなんで、辛さ、インフィニティ。辛さインフィニティ。詳しい人来て。俺も全然ビビってますやん。俺も最近食べたのが、最後食べたのが誠スペシャルですね。はい、辛さレベルが北極ラーメンが辛さレベル9の、これの3倍になってるんです。おお、27倍。27倍。たぶたぶ27くらいみたいな。あの、あ、ちょっと、こ、はい、次心。違う違う違う、その下っす、その下っす。え、みんなお座りになってる顔と違う。詐欺じゃん。いや、なんでその5なんて写真のまんまじゃんね。俺整形後やねん、だから放送するあれは丸切りそうや。めっちゃ公開だから。じゃあ5の、じゃあ僕ですか。商品名と僕、中本で最後に食べたのが冷やし五目蒙古タンメン。蒙古蒙古レベル8です。おお、はい、マックス10ぐらいですかね。はい、もう次の日蒙古蒙古しました、トイレで。8言った後に蒙古蒙古しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。俺はあの冷やし五目味噌トッピング心。あ、間違った。トッピング辛さ何。辛さ何。辛さあんま悪い。辛さ8。これ見てる人ほんまに辛さレベルないっすから。ほんまに分からんと思うけど、ほんまに悪いからね。辛さレベルはマックス10なんです。辛さ8ぐらいかな。8か7か忘れちゃったけど。ほんとですか。じゃあみーくん最後に。あー、いいっすよ。最後の食べたやついいっすよね。これね、シャーってなんだ。中本に置いてある、全国に中本あるでしょ多分。あれですよね。中本全国にある。全国にはないよ。全国にない。関東だけ。あ、そうですね。関東にある中本に置いてあるメニューの中で一番辛い、塩タンメン、味噌タンメンに、チーズとバター2個トッピング。おー。5年前やん、それ。次、俺は、
俺は、味噌ラーメン。次もあるんすか。味噌ラーメン、辛さチキン。言ったわ。じゃあこれ信じるから。言いました。本当に。じゃあ次、ナギ。なに、え、なに、なに、この。てかさ、誰が聞きたい、この、最後に食べたメニュー。え、でも、え、ここ、心のナギ。おい、え、これ、この視聴者で、今見てくれてる人に仲本好きな人がどれぐらいいるかってのを知りたい。え、か、心は見てるか。ちょ、ボメさんが言ったんすね。そう、誠は知ってるけど、なんで2ターン目があるの。あー、ダメなんだ。心は。確かになぜに。1回までなんだ。うん、心見てんのかな、これ。心見てる。知らねえ心。誰心って。心って辛さ。あ、心。辛さ。心何言ってきて。心何言ってきて。心は中本においてのが一番レベルが高い。一番レベル高いんだ。78から。まあ中本いうあの業界用語的な。そうそうそれ。78から。まあスペチョみたいな感じです。78から。いや見てますよ。ファンの方は見てくれてるね。78から。そう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 。とりあえずあのこれ見てる人中本そんな好きちゃうですね。いや前やった時は中本ファンしかええそう本当にえいや前好評だった来てないですよ中本。あ待って大事なの来た。誰が一番中本の2なの。あ自分だと思う人手挙げましょう。指さしましょう。2だと思う人いいよせーのはいケンさんモグリやなってこの2人ふざけんな俺の携帯見したろうか。えほんまにえ、三角さんとケンさんは。なぎさんですね。いや、わかるよ、中本。ケンさん、ダイエット中ですから。ケンさん、痩せたねだって。いや、ま、だって、ダイエット中本、ダイエット食べてないもん、ケンさん。中本以外の全ての食事、立ってます。嘘つけ、今日焼き鳥食ったやんけ。さっき焼き鳥食ってたけど。焼き鳥帰りですね。え、でもね、多分。じゃあさ、もうぶっちゃけよ、今日は。三角さんがおらんけど、もうほんまは、中本一番好きじゃないでしょ。お前だろそれ。じゃあほんまに一番好きな一番好きな俺なんだかんだ一番好きだと思うのポメさん。ほらいやモグリやで。あのほんまになんかあのマジで辛いのめちゃめちゃ頼む人やっぱ多いけどもポメさんマジで自分が美味しく食べれる同じレベルだよね。そうずっと同じメニュー。ツイッターとか池袋行っても新宿行っても本店行ってもずっと同じメニューだから分かってるね。それは痩せ我慢しとんねん。なんでかって言ったらちょっとあれほんまに中本を辛すぎて食べてる人は痩せ我慢。これほんまにだからちょうどいい辛さ。いや酒強い風アピールみたいなのと一緒やろ。中本の辛さを辛いの食べる人ってほんま味噌タンメン食べたいよ。なぎ興味言うてみなぎ。やばいここに一番のモグリおる。やばいよそれは。それもあの戦争になってくるこれ。戦争や。赤色してないもんむしろもはや。じゃなんでこんなこと言うかって言ったら昔従業員中本芸人や。違う違う従業員5人ぐらいで中本行ったことあるんすよ。でなぎ俺まあ他3人4人ぐらいでこのままで食べてもおもんないからっつってジャン負けのやつだけモコタンメンにしよう。ああみんなは味噌タンメンやけどちょっと辛いモコタンメン。ああ違う北極だった。北極ね辛い北極にしようっつってナギ負けたんすよ。じゃんけんでこいつありえないぐらいのふてこさ出してきよって。もう俺帰るみたいな。あのね全然楽しくないみたいな。すいませんこれねほら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 はいはいはいお前ほらやねはい何でしょう。はいあのいいよ先に。あいい意義ありでこいつ自分だけ辛いの食べる羽目になったからなんか、めっちゃすねえだろ。もう、全然楽しくない。もう、うまくもない。今、手のひら返してきたのに。それに関して言わせてもらう。それ食べに行ったのが、だいぶ昔なんですよ、もう。いや、昔ちゃうよ。俺入店してまだ半年。昨日だよね。俺、昨日は違う。そういうのよくない。そういうの。だから、いや、コメさんと、ケンさんが、中本好きだから。でも、ナギは、痩せ我慢。いや、じゃあ、一個だけ言って、ほんまに。何か物を好き、食べ物を好きになるのに、期間って必要？だからなんか人を好きになるそうにいいこれに関しては一緒に食べに行ったのがその事件があったのは本当にもう2年ぐらい前の話で。まだ俺中本をちゃんと本格的に好きになったのがマジでここ昨日だったもんね。ここ半年いないぐらい。昨日からかよ。昨日は違う。昨日って言いたいだけ。昨日は違うぞ。マジでここ
半年以内に、ちょっと一回黙ってください。マジで半年以内ぐらいに好きになって。ほら、コメントも昨日はやべえって、ね。昨日はだってほら、なぎ、コメント来とるよ。何何何え、オラ悟空オラ悟空それは昼間、それ昼間の。昼間わからんくなる。交際ゼロ日って来たの。ガラサつけるのは渋谷さんがおからですかね。あ、なんか来たの。あ、ほら。じゃあもう今はあんま辛くないってことって聞いてるよ。うん、確かに。当時北極を食べて、はい、あ死ぬほど辛かった。次の日ちょっとお尻も痛かったです。うん。でも今となって北極、だいたい2、3倍ぐらいで頼むぐらいの。あれは最高ですね。最強です。普通の北極で。じゃあ今はほんまに好きなんや。ほんとに好き。うん、わかった。出勤前に食える。わかったけど、これ聞いて誰がおもろい。いや、みんな今爆笑してるからね、ほんとに。いや、多分ね。え、じゃあ、変える？ココイチ芸人に。多分2万人爆笑してます。変えたらやっぱ辛さがね。今の発言。あ、辛いつながりで。辛さだけでやってきてるからね。うん、だって俺なんてあれよ。ほんまに辛いの辛さ辛さ辛さみたいな辛さ辛さみたいな辛さ誰辛さいや全員辛さじゃないいや俺ちゃいますよほんま僕20代ですけどいや言っていい20代後半が辛さだからねあそうなんですまあ何本俺23何本何本あれですえあごめんなさい何でもないです気にしないでどうぞ辛さから一切もうねシムケンやってーシムケンやってーシムケンやってーそうまさかの自己紹介パート2テイク2そうそうハサミゴーとか中本食ってんの一回も見たことないよ俺ちょっと待ってくださいよ、うん、俺もないゴー見てありますからないでしょほんとだって俺ナギさんとしか行ってないですあそうナギとしか行ってないあんま好きちゃうもんね辛いねちょっと待ってでも連れてく時もこいつ、中本行こうよって誘ったらええー、あと2分だよだってっええー、早っああゴーのせいだなんて俺なんすか顔でかいからとかやめてゴーのせいで怒られる今日の内容いやマジコメントとか荒らさないでねゴーのせいでいやほんまに本当にフリじゃないからマジゴーのせいで全然仲本の話やめてやめてマジ仲本したかったのに話しかしてない全然足りへんわじゃあゴー辛い話しかしてないゴー責任取ってじゃあゴー一回謝ってゴー責任取ってちょっと全力で謝って全力で一回唾飛ばせるもんやめて唾飛ばせるもんゴー謝ってくださいゴーアップね待って待ってゴーアップになったからゴーが今全力で謝る今さっきアップしてくれてるから今回の放送をこうしてしまって、はいはい、ちょっと謝って、うん、ちょっと中本にも謝って、はい、すいませんこんなお騒がせして本当ファンキーモンキーベイビーズの加藤みたいにお騒がせしちゃって本当にねすいませんでしたあと中本にも中本にも謝って中本さんのあのなんとか誠さんもすいませんでしたはい以上ですはい、いっぱいでーすはーいファンキーゴーやめてやめて俺名字ないから本当になんか告知あるやれないっすかなんかあるっけ締め日しかない締め日ほんとにありがとうございます次中本の締め日どこだろう あ、次の中本の締め日どこだっけどこだっけ中本の周年祭どこだっけ忘れちゃったな松戸一時また来週だねそれはあと半年ぐらいで俺誕生日ぐらいいやいや関係ないない二十いくつでしたっけうるせえはい謝ってお前ごめんなさい本当にアップで明日100明日5億ジャッキーさんに言われるんですよもう叱られるわもうまとめてください皆さんに最初の5億地獄だってごめんなさいねど真ん中にいてごめんなさい本当にそうなんですよ仕方ないんか今日はなんか面白い告知してみてよとりあえずむちゃぶり激しい締め日の最後アップ締め日の告知し締め日の告知ほら早く締め日の告知締め日は僕たちのニコ生に集合でーすペロペロペロ僕がいる感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにすがる何回目の錯覚だ笑っていたろう先まで使い込んだ仮面をやめ紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なほど溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力でこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。